おはようございます。今日は関東リーグ第5節栃木シティ戦となっております。前期も折り返しとなりましたし、公式戦ここ2試合、2連敗しているので、しっかりと勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。ふわふわと今心地、君の隣、君の見る景色を全部僕のものにしてみたかったんだ。君を忘れられない。皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。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 よし、じゃあ今日もしっかり寝ていきたいと思います。試合前に。寝ていきましょう。寝ます。やっていきましょう。ちょっと待って。はい。やりました。やりました。やりました。今日はどんな香りですか？今日は。はい。ローズの香りです。いや、僕はラベンダーがおすすめですね。ラベンダーです。どうですか、気持ちいいですか？最高だよ。瞑想どっちが気持ちいいですか？ちなみにぶっちゃけ、ぶっちゃけなんですか？それは瞑想だろうな。瞑想瞑想やべ、言い慣れてないからバレてクオリティの違い、つま先と家庭的なやつと化石。これ。はい、どうしよう。ありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ。お願いします。しっかり消毒してね。しっかり消毒忘れずに。出てきません。出てきませんでした。ガルーンイン。おいおい。わあ、すごいな。すげえ。やばい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 。やばい。遠足に来た小学生かって。すごいな。すごい。寝心地とか大丈夫？寝心地は？寝心地どう？確認して。そっちか。うつ伏せスタイル。そっちか。お前。そっち派ね。買いましょう。濃厚美味しいです。その2コメント。こちらこそよろしくお願いします。おーい、さあ、たかしの足もっとすっごい。もう違う。肩は違う。どうしても正座ができるようになりません。正座のコツがあればコメント欄にお願いします。痛い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 。みんなそのボケないよ。ありがとうございます。いや、そこでカーフレーズすな。カーフレーズすな。カメラの前で。わからんわからん。大丈夫、
皆さんこんにちは。本日のヒーローの
13番石橋オビオラ選手です。今日の役者は松田駅です。みんなで泥臭く戦えたから勝てたんだと思います。ありがとう。来週勝ちましょう。いや間違いない、今日の立て役者はお前だよ。ありがとうキャップ、ありがとうキャップ、今日もありがとう。ナイス勝利。初めてキャップのフル出場見ました。ありがとう。あ、結構あったな。あったっけ。はい、ありがとう。行きますよ、行きますよ。はい、チーズじゃなくて1たす1は2やな。あ、動画でした。焼き肉らしい。コブス、コブス、やったぞ。バモン、バモン、いやいや、よっしゃ、バモン、よっしゃ、これ使っていいですか。本当に素敵な環境ありがとうございました。また後期よろしくお願いします。よし、そんなこれ書いたのが俺です。いい心の持ち主なんで、はい、よろしくお願いします。ほら、これ本当かな。本当です。裏は違うんだよな。いやいやいや、本当です。いや、この画像を見たら分かるけど、ちゃう。俺が書きました。全然ちゃう。ジーニーだから。ジーニーのようにアラジンやった。アラジンやった。これをね、今からね、じゃんけん大会を行いたいと思います。じゃんけん、じゃんけん、はい。あえ、あと何個。え、もうないよ。俺はこれ。なんでお前。最初はげ、やけっぽい。おい。おい。結局自分のおにぎり残るんかい。もち食感ロール。本当にありがとうございます。水くん、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。おはよう。はい、撮ってあげる、撮ってあげる。ありがとう。はい、はい、どう、みんなどう、どう、みんなうまいね。どう、めちゃめちゃうまい。全部そっちに肉の撮ってない。ごちそうさまです。ごちそうさまです。見てください、この油の乗ったこのプレプレの。おお、泳いでる。泳いでる。いいスタート激しいよ。それでは回復していきます。それ、ごめんなさい、やめたほうがいい。ほんとに叩かれる。はい、試合の方から帰ってきました。結果は1対0で勝利することができました。公式戦ここ2試合勝つことができていなかったので、素直に嬉しく思います。今日の試合も苦しい時間は多かったんですけれども、チーム全員で体張って守ることができたので、無失点で終えることができて、勝利につながったかなと思います。ただ個人的には反省するところが多かった試合だなと思っているので、また2週間後の試合ではそういったところを改善して臨めるように、また来週からのトレーニングで成長していきたいなと思います。それでは本日も応援のほどありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。